皆さんこんにちは、にゃんせよ編集長まじです。今日はドラマ共演後カップルになった韓国俳優について語っていきたいと思います。まあ、新しい話題というか私のチャンネルで取り上げるのは多分初めてだと思うんですけど、ドラマの共演をきっかけで付き合うカップルって今までに何組かねいたと思うんですよ。なのでちょっと今回はそちらのカップルたちについて取り上げていきたいと思います。いや、あのカップルお似合いだったよねとか、現実になったらいいのになとか、賛否両論あるじゃないですか。だから、まあ、そこは、まあ、なんか本人たちの意思を尊重しつつ、まあ、ご紹介だけねしていけたらなと思います。ということで今日の TMI はじゃらーん、こちら今クラウドファンディング挑戦中のエドリブの T シャツを今着ております。私が今着ているのは L サイズでちょっと大きめなんですけど、164センチの女性が着たら L、 こんな感じです。で、今の季節だったら、まあ、中にねインナーとか合わせて着ても可愛いし、いろんな着方ができると思うんですけど、私のおすすめはよく着ているパーカーです。ぜひ皆さんご検討いただけたらと思います。クラウドファンディングはですね、達成金額100万円ということで、もう大変な道のりではあるんですけれども、もうすでにご支援いただいた皆さん本当にありがとうございます。まだまだ年末までクラウドファンディングやっておりますので、期間ございますので、皆さんぜひご支援いただけるととってもありがたいです。そしてね、ライブ見ていただいた方には言ったんですけど、ちょっと野望がですねいっぱいあるので、そちらのためにもですねぜひ応援していただきたく思います。よろしくお願いします。ということで早速語っていきましょう。どうぞ。まず一組目はですね、ソンイェジンさんとヒョンビンさんでございます。こちらはですね、まあ、愛の不時着で共演した2人でございまして、今年度のディスパッチ法の対象者でございます。ディスパッチというのは何かと言いますと、韓国版文春みたいな感じですね。私たち、K-POP オタク、ないしは韓国好きと呼ばれる皆さんは、1月1日結構ビビってるんですよ。で、それはなぜかというとですね、ディスパッチ法と呼ばれる、私の動画でも以前ね、何回かお話したんですけれども、ディスパッチ法と呼ばれるですね、文春法的なものがですね、ビッグイベントとしてボーンってぶち上がるんですよ。でもそれがね、もう推しが入るんじゃないのとか、なんかいろんなことがあって、なんかそこちょっと怖いって言ってるんですよ。で、今年はアイドルの熱愛が報じられるんじゃないのとか、このグループ誰かが脱退するんじゃないのみたいな予想が立ってたんですよ。かね、立ってたんですけど、その予想とは裏腹に、で、今年今年度初っ端で上がってきたニュースがこれだったんです。そう、ソン・ユジンさんとヒョンビンさん。でも愛の不時着を見てぶち上がってた私、そしてこの愛の不時着のおかげで、こうたくさんの皆さんに知っていただけるきっかけとなった大恩人なわけですよ。もうこの2人がこうお付き合いしたというか、熱愛という報道をお伺いしまして、もうフォーって感じですよ。もうマジで、もう本当に、もう嵐的も本当にもう、ドラマではないけど、ユンセリと、あとリジョンヒョクが、お結ばれになられて本当に良かったなというふうに、思ったんですよ、本当に。でもこれは、もう世界中の愛の不時着を見た人々が思ったのではないでしょうか。本当にもう素晴らしいという、もうファンからもね、本当に付き合ってほしいという声もたくさんありました。もう現実に、今はね、どうかわかんないですけれども、現実となっても本当に良かったなというところと、後から見返すとですね、ヒョンビさん意外と結構デレデレで、すごい、溢れてるよ、ちょっと出ちゃってますよっていう映像もね、何個か発見したりとかもして、すごく微笑ましく見せていただいたんですけれども、もう現実世界でもですね、あんな甘いことが、こんな甘いことやっていうのがもしかしたらあるかもしれないので、そちらの方楽しみにですね、二人の今後も応援していきたいなと思います。続いて、二組目は、キムボラさんとチョビョンキさんです。こちらはですね、スカイキャッスルから若手カップルが誕生したんですよ。こちら、公開恋愛となったんですが、ちょっとお二人がね、多忙すぎるという理由でですね、破局されたというふうに後日、報道があったんですけれども、スカイキャッスルからもう、ね、もう素晴らしいというふうにね、なりまして、もうその瞬間すごく湧いたんですけれども、スター同士の恋愛って、こう忙しかったりとか、まともにデートできなかったりとか、なんかそんなこんなできっと大変なんだろうな、と心中お察しいたします。まあ、ただね、この二人はデート中の写真が撮られて、そこからまあ認めたみたいな形の流れだったので、こう堂々とこう言った感じではなかったのかな。なんか計画的にこう、なんて言うんだろう、表にしたかった感じではなかったのかな
っていうのも思いながらですが、まあドラマを見ていた一人としては、あの二人がっていう感じではあるので、そこはね、今は破局されたということで、ちょっとばかり残念ではありますが。そして3カップル目、3組目はソンジュンギさんとソンヘギさんです。はい、こちらもですね、太陽の末裔にてね、共演された後カップルになりました。もう2年間の交際を経て、そして結婚まで行きました。もうその時はもう本当に、ソンソンカップルがやっと結婚とかもうなって、もう本当にね、ツイッターがね、湧きました。もう私はもう覚えてます、あの感動を。めちゃくちゃ写真で回ってたし、でもなんかついにみたいな。でしかもなんかソンジュンギさんがもともと理想の女性としてソンヘギョさん挙げてたりとか、ファンですっていうのを公言したりしてたから、成功したオタクなんじゃねみたいなの説とかがあったりとか、ユシジンとみたいな話がしてたりとか、なんかもうすごい楽しかったですよね、あの時期。ただし1年8ヶ月後に離婚されましたね。でもそこはね、ちょっと残念だったんですが、まあお互いね、まあ今でもご活躍されているので、これからの活躍もこう見届けたいなとは思っているんですが、まあ一瞬でもですね、もう本当に幸せもありがとうございますっていう感じですね。まあ、素晴らしい、すごいですね、俳優さんって、本当に。でもきっとなんか夫婦生活っていうのは難しいもんなんだろうなと、経験もない若者ですが思っております。そして4組目は、イソンギョンちゃんとナムジュヒョクくんです。こちらはですね、もう大いに沸きました。こちらは恋のゴールドメダルで共演した二人が、当時ね、同じ YG っていうあの事務所に所属してたんですよ。二人ともモデル出身なので、モデル時代からこう仲が良かったこともあって、そのドラマ中とかにもなんかちょっとその二人みたいな感じのところもあったんですけれども、なんとですね、あのドラマ共演がきっかけで本当にカップルになりました。もうそのドラマの中での甘々シーンとか、二人のカップル感っていうのがもう本当に最高で、可愛すぎるんですよ、本当に。なんかもう可愛すぎて、もうなんかもうこっちが恥ずかしくなっちゃうみたいな、もうそんな感じの様子すらもあったんですけど、本当に美男美女で、もうお似合いで、なんか私はひっそり今でも続いてないかな、実は続いてたら嬉しいななんて思っちゃったりもしてるんですけれども、真相はどうなのでしょうか。はい。でただですね、このカップルもその公開してから8ヶ月後に破局が報じられました。まあそこもね、ちょっと残念って感じではあるんですけれども、このドラマ、あのぜひ皆さん本当にね、超絶甘いラブコメを見たい人は特におすすめの内容となっておりますので、ぜひご覧ください。続いて5組目はイミンホさんとパクミニョンちゃんです。これはですね、皆さん意外っていうか、なんかあ、そうだったんだっていう方ももしかしたら多いかもしれないですね。こちらちょっと前の作品になるんですが、シティハンターインソウルで共演して、以前から顔見知りだった2人だったんですけれども、共演がきっかけにこう交際に発展しました。でこちらもですね、残念ながらこう破局はされているんですが、もう当時はですね、あの美男美女カップルとして世間を騒がせました。もう本当にね、今でも付き合っていられたら、なんか本当になんかいろんな雑誌とかでさ、なんかグラビアとかも見たいなって思ってしまうぐらい美男美女のお二人でございます。これはですね、案外知らない人も多いんじゃないかなと思いますね。イーミホさん、まあ声大きい男としてちょっと有名だったりもしますし、パクミニョンちゃんは、まあキム秘書のこのインパクトが強すぎて、パクソジュンさんっていい感じなんじゃないのみたいな噂が立ってたりとかもしますので、なんか二人のね、近況どうなのかなっていうのも気になったりはしますが、これからも二人の活躍をね、見届けていきたいなと思います。最後、6組目。6組目は、リュジョンヨルさんとガールズデーのヘリちゃんです。こちらもですね、応答せよ1988で共演した2人が、ドラマ内ではこう恋愛には発展しなかったんですけれども、プライベートで恋愛に発展したパターンになります。でこちらはですね、あの交際4年目を突破したそうで、今でも関係が続いているそうですよ。応答せよ1988はあのボゴムくんとかが出てたやつですよね。でもうその1988もすごい面白いんですけど、まあ、ヘリちゃんといえば、私あのガールズデイすごく好きで、アイドル出身なんですね。でも超可愛い子なんですよ。
あの容姿だけじゃなく性格、人間性もとても素晴らしくて、あの私大好きなアイドルの一人なんですけど、ヘリちゃんは Something っていうちょっとセクシーな曲があるんですけど、ちょっとあの分からない人調べてみてください。あの Something の時のヘリちゃんのボブがめちゃくちゃ好きで、なんか今でもあの髪型一回やってみたいなって思うぐらいなんですよね。結構私のね、高校大学時代のロールモデルはヘリちゃんだったので、ちょっと最近忘れかけてましたが、あのこれからもですね、あの背中追っていこうかなと思います。ということで本日は共演がきっかけでカップになった韓国俳優たちを紹介していきました。いかがでしたでしょうか。なんか、あ、知ってるっていうのもあれば、あ、そうだったんだっていう意外な人たちもいたんではないかなと思います。これからもですね、ぜひカップルとしてっていうわけではなく、まあ一人の俳優さんとして、あのこれからも見届けていきたいなと思っておりますので、どんな姿も応援していこうかなと思います。ぜひ面白かったとか感想とか、あとリクエストとかコメントでお待ちしております。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。そしてインスタグラムとツイッターと TikTok やっておりますので、ぜひ遊びに来てください。そしてクラウドファンディング今挑戦中です。達成金額は100万円年末までの期限となっておりますので、ちょっとでも応援したい、頑張れって思った方はご支援の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。アンニョン。自分好みの服が見つからない、似合う服がわからない、本当に欲しい服に出会えない。それなら私たちが作ればいい。上質でありながらシンプルなデザイン。誰でもどこでも誰とでも着られる。それがエトリブ。ファッションは自分を着飾るものではなく、自分自身を生かす一つの選択。さあ、夢を叶えよう。エトリブ by トゥユース。